皆さんこんばんは、元男の子の青木香音です。本日はソーセージの食べ放題をしていきます。イエーイ。こちらにメニューがあるんですけども、今回30分以内に元男の子がソーセージを何本食べれるかっていう企画をやっていきます。でこちらの注意書きに、男性の平均が90分の食べ放題で8本から9本で、女性が5本から6本が目安って書いてあるんですけど、このメニュー全種類のソーセージが、10本なんですよね。それを私は今回注文して食べます。で30分以内だから、お前全然いけるんじゃないのっていう段階になったら、もう一回再度注文しようかなと思うんで、こんな感じで今回はお届けしていきます。では食べ放題のご説明をさせていただきます。はい、はい、当店の食べ放題メニュー、お食事がこちらの13種類となっております。13種類、はい、すごい。はい、ソーセージが10種類、はい、ザワークラウト、ドイツのドーナツ、あとサラミの13種類となっております。はい、はい、食事のオーダー方法は、お机の上にあるあちらのオーダーシートに数量書いていただきまして、はい、その都度カウンターまでお出しください。はい、はい、ドイツビール、ドイツワイン、あとジュース類もございます。はい、よろしければ別料金になりますが、ご一緒にお楽しみください。はい、はい、あとですね、当店食べ放題のルールに、食べ残しのペナルティーがございます。はい、ダメですよ。通常が90分制のラストオーダー15分前なんですけども、今回特別に、30分以内っていうのは、あの青木香音独自のルールでやってるので、あの皆さんは90分制でお楽しみください。早速注文をしていきます。私は全種類だから、もうここで選ぶ必要ないんですよ。1本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 。書き方特殊ですね。あ、書き方特殊ですか。普通数字かな。あ、数字か。いやいやいや、私はあのこれだけで終わらせないっていう意味ですよ。正の字をもっと書きたいから。もう侮らないでください。もう来ました。ではこれが白ビール、初めてかも。白ビール、いいね。少しなんかオレンジがかった色をしてます。ソーセージが来ます。はい、お待たせしました。やば、なんじゃこりゃ。やばいだ。ありがとうございます。はい、召し上がってください。はい、ちょっとやばいかも、これ案外でかいぞこれ。早速いただきます。まず乾杯しましょう。あ、泡がちょっとなくなっちゃったけど、乾杯。コツン。うわ、おいしい。うまい。なんだろう、すっきりしてる。日本のビールとちょっと違う。ではストップウォッチスタート。じゃあ何からいこうかな。じゃあ細めのやついっちゃいます。うん、なんかね、皮がしっかりしてる。で、中のお肉がギューッと、なんだろう、肉肉しい味がするって感じです。では1本目のソーセージ、これが、細引き腸詰めのシンプルなソーセージだって。パリッとした皮の食感とソーセージそのものの美味しさだって。合ってんじゃないのコメント、私のコメント。じゃこっちのあのドイツのソースをつけます。うん、うん、なんだろう、少しね甘いんですよ。うん、合うなソーセージに。じゃあお次はカレーの味がするジャンボソーセージ。これやばいですよ、こんなでかいんですよ。私の顔もかでかい。でかくないからな、やろや。匂いはカレー、まんまカレーだ。うん、これうまい。おいしい。うん、これ今んとこ一番おいしいかも。これ日本人好きな味だな。うん、やっぱ味あってダメなんだ、30分以内なんだもん。で、ビール。なあ、これ美味しいな。匂い的に辛いのかなと思ったんですけど、全然辛くない。じゃあお次はこちら、ちょっと色が違うソーセージ。湯気もまだいっぱい出てます。まずはそのままの味を楽しみましょう。ヒヒヤース。うん、ちょっとハーブっぽい味。すごいね、さっぱりしてますねこれ。これ何本でもいけちゃうな。これ美味しいな。ということで、次は何のソーセージ食べようかな。この巨大、これもやばいな。まずはこの解説を見ずに食べて、私のコメント力をちょっと確かめます。めっちゃジューシー。今噛んだ瞬間にブチュってなんかその外の皮がこう、何、すごいこう、なんていうの、難しい。外の皮がパリッとジューシーで、これもさっきと同様少しさっぱりした味がします。あ、書いてある、
ハーブの味わいとボリューム合ってんじゃん。私意外と的を得てること言ってんじゃない。じゃあお次は何行きましょう。ピザボック、この巨大な、これやばいな。うん、最初この赤いのが唐辛子かなと思ったんですよ。違いました。唐辛子ではなくて、これはズバリパプリカです。合ってるよね。パプリカとゴーダーチーズ。うーい、うん、あ、これ余裕なんじゃないの。現在の時刻8分51秒。うん、一瞬身の危険を感じた。喉詰まると思った。よく視聴者さんに言われるんですよ、青木さんちょっと一気に物詰め込みすぎじゃないって。皆さんは気をつけてください。絶対に真似しないでくださいね。特殊な訓練を受けてますから。次は真剣倉川、なんか日本人っぽい名前だな。倉川真剣さん、じゃあ行きます。あ、これめっちゃうまい。ちゃんと中に味がしっかりと、なんか塩味が効いてるんですよね。マスタードをつけて食べます。めっちゃうまい。1位今んとこ倉川真剣さんが1位です。あー、なんか全然余裕じゃん。次はこの、なんかこれは何でしょう。さっぱりしてる。これもハーブが効いてますね。今18分ちょうど。なんだ余裕じゃねえか。あ、うん、おいしい。めっちゃおいしい。これがケーゼウィンナー。ケーゼとはチーズの意味です。あ、先読んじゃった。これチーズの味がするみたいですよ。いただきます。スタッフ一押しっていうのが納得ですね。チーズがぎっしり入ってるんですよ。今20分1秒、あ、21分。やばい、なんで私は後半にビッグを残したんだろうか。まず先にグローベブラウトソーセージいきます。ハーブな味わいだそうですよ。懐かしい感じがする。私のお母さんの国のソーセージの味にすごい似てる。美味しい、懐かしい。やば、ちょっとやばい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 。ちょっと緩める。やばい、26分。顔並みにでかい。最後の1本。20、あと1分30秒。30分経ちました。最後の2本でいきなりリミッターがかかってしまいました。すいません。今だいたい31分48秒なんですけど、まさか初めてチャレンジ企画を失敗するという余裕って思ったんですけど、全部ボリュームがすごいんで30分以内に達成することはできませんでした。でもここで私は残すなんてことはしません。最後の一かけらを耐えます。最後の本当ね、一かけらだったんですよ。いきます。皆さん最後見届けてください。うん、私の記録は33分20秒でした。本当に達成できなくてすいませんでした。次のチャレンジは負けないように頑張りたいと思いますので、引き続き応援お願いします。フードファイターみたいになってる、いつの間にか。いきます。書き締まってますかね。ここに私は星を書くんですよ、いつも。中堅 YouTuber ごときが書いてる。本当ごめんなさい。ありがとうございます。今回撮影のご協力をいただいたインビスハライコ九段店さんの、詳細は画面の下に、リンクとともに、記載しておりますので、ぜひチェックをお願いします。もしこのチャレンジが少しでも良かったよという方は、グッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter、Instagram、そして
サブチャンネル青木かのの秘密箱も画面の下にリンクありますので、ぜひチャンネル登録してね。また次の動画でお会いしましょう。30分企画やったじゃないですか。オーバーしちゃいました。いや逆にでも30分で全種類食べるので食べられたらすごいですよ。そうなんですか。はい、なかなか大体帰りで30分くらいかけて全種類一周してからまた追加ってパターンが多いので。あ、じゃあ1人で全種類はやばいですか。結構やばい。結構やばい。やばい。あ、結構やばいんだって。結構いいとこまで行けたっていうことで、はい、成功じゃないですかね。私は僕、いつになっても居場所探しで埋もれてゆく夜空の下。